盛り下がることを言いますよ、ね、いいね、こことりあえずじゃあご覧いただきましょうか。矢野が腐したメガネ橋。腐してないよ、腐してない。長崎の人はここで癒されてんだな。堀さんお花好きだもんね。そう、めでてるから実際はちょっと第3弾なんて言ったらいいかな。この写真です。なんか本人痛く気に入ってるみたいな。僕がいいかな。ゴリさんが一番好きな花をこう、いやそれはもうなんかみんなに決めてほしいな。じゃあこの辺にする。それは紫陽花っぽくないね。じゃあお前が決めろよ。早くこの時間終わんねえかな。なんか決まったみたいです。あ、いいね。もうちょっとこう目開くと怖いからもうちょっと細めにしようか。あ、いいね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 。あ、いいね、それよ。口角上げていこう。そうそうそう、ブサイクやな。さすが七回福山。ゴリさん、来世からはパラダイス。あれでもお前青春こういうことするんじゃないの。なんか最近青春見たら体が動かなくなるんだよな。うわ、いいね、メガネマシと。こっちレギュレアスよりようよ。どこ？そこ。すごい顔で見られる。いや、すっげえアイス怒ってあげてな。決まることが犯罪なんだよ。怒ることが犯罪なんだよ。いや、俺何も見返り求めないですよ。怪しい。怖い感じでどうと思う。父さん、俺昨日言ってた人ってああいう人ですよ。今お話を、鳩に餌あげてた人。わかりました。まあ、なんでやってるんですかって。だってみんな生きてるだろう。何の話これ。いやだからちょっとね、やっぱでも優しさ感じたね。なるほどね。だから優しくなるんかもしれない、うん。でも勝手に飯食うんじゃないですか。家族あげなくても。餓死ってあるんですか。いやだから誰かがまああげてるんだ。年取ったら優しくなるのかな。そうでしょうね。そういうことじゃないかな本当。でも死んだら福山さん。どういうこと。そのやめてください。どうしますか。とりあえず一応方面には向かっております。したいことがある。天気がいいからね、ちょっと俺の気分も上がってきたんだけど。おい、どの目線で言っとるんや。アーティスト目線だ。おぼの感すごいな。いやちょっと最近休日になると必ず俺は娘連れて大濠公園とかに行くんだけどさ、一番長い時間に乗って、まあ、砂場なんですよ。例えば山作った後トンネル、うん、俺その技術がないのよ。もう本当に普通に盛るだけで、他のお父さん結構立派なやつ作ってんのよ。それがどうしました。いやでっかい山作りたいなと思ったんですけど、パパすごいってなるような、そこの公園の砂場の子供たちが全員俺に握手求めてきてくれるような、そういう願望あるんだけど。ラッキーでしたね。ラッキー。同じ車に砂の天才がいますね。マジで言ってんの。もうマジで俺カチカチの山作るよ。今から作ろうとしてます。いや今から作ろうかなと思って。長崎で砂場で遊ぼうとして。いやいや違う、天気がいいから遊ぼうっていうか悩んでる人多いと思うんですよ。砂山が作れないですね、うん、もういいんじゃないですか。もうこうなったゴリラ止められないでしょ。掴みたいか、砂の栄光。掴みたいね。とりあえずじゃあお店に行こうか。どうか。そんな本格的な装備していかんと勝てない戦い。勝てない、勝てない。素手で挑んでたんだ。なぜ長崎でという疑問はひとまず捨てて砂場を探すことに。もうそんな大変じゃないですか。砂場を探すのが大変だ。あれだあれだ。あったあった。天気がいいからって。あのコンディションとしてはどうなんですか。何ですか。何ですか。コンディションとしては。何が言いたいんだ。山を作る日和的に適してるのかどうかっていうことですね。あ、どうし晴れてるからいいんじゃないかって勝手に思ってるんですけど。バカが。すいません。砂に一番怖いのは乾燥なんだよ。ずっと霧吹きかけてるよ。だけど砂場。あ、ないね。ないです。これはお言葉へ。あ、あった。これか。どう。ちょっとないね。奥さんに聞いてみよう。意外にないもんなんですね。ないですね。ちょっとわからんっぽいな。あ、わかんない。琴平公園中のが駅前にあるみたいな感じ。でっかめの。もしもし、琴平スカイパークさんですかね。あ、あこっち違いますか。すいません。はい、すいません。あ、琴平スカイパークさんですかね。砂場はないですね。あ、わかりました。参ったね。なんか恥ずかしいな。これでなかった。この剣どこに直せばいいですか。観光案内所で始めよう。開いてる。観光じゃないじゃないですか。観光じゃないんじゃないかな。いやちょっと聞いてみましょう。あ、すいません、ちょっと砂場のある公園とかご存じないかなと思って、ね、これなんですか。あ、そこの観光課でちょっと。すいません。あ、この辺りはないですよね。
深刻な問題ですね、じゃあ。でもね、砂の探すの難しいね。一個見つけましたよ。月の丘公園。ただね、諫早です。高速乗らないと。まあここでブラブラするよりはそっちに行っちゃった方がいいかもしれないですね。まあ、それまでにあったらちょっとあるけど、ちょっと若干。小林さん、高速なんてないです。ちょっと遠くないですか？どうだろう。砂がないんだから。公園ってあった。4000万とか。着いた。あ、これはあるね。砂の匂いがするな。砂場ないじゃん。上にあった？砂場の砂地もないです。え？前はこの辺に砂場があったんやで。え？なくなったの？マジでねえのかよ。やばせ。ここまで来て。しょうがないね。しょうがない。時代なのかね。気をつけながら行こうよ。ここにはないやろね、山やから。ダム。ダムが流れてる。一回だけでも見てみたら。流れてる、流れてる。え？流れてる？そんなね、勢いよくは出てないけどね。すごくないですか？大トミさん、見てこれ。やばいって。山深さが。ダイナミックジャパン。あそこまで行ったら出るお風呂のあれみたいな。あのウォータースライダーしたらすげえやろね。もう足が浮いてきた。こそべ。ちょっと怖い。頭がこそべ。エイリアンにこう追われてたとしたら俺それ行くな。あ、俺も行く。ダンってもう突き刺さって終わりやろね。また味のある小学校やね、これ。すごいね、この学校。あ、ちょっと待って、ちょっと砂場なさい。あれは砂場じゃない？あ、ベンチ。ベンチか。ざけんじゃねえよ。これゲートボール場です。なんとか公園がある。これ絶対だ。これはあるでしょ。サウンドコントロールパークよ。最後のチャンスかもしれない。どうですか？草ぼうぼうっすね。気分悪い。すいません。ちょっと待って、このまだ諦めてる。この辺の山はなんか伝説がありそうな山来てるんです。話変わっちゃったじゃないかよ。難しいこと言うな。この子の山をよく知っとったな、依頼者さん。ありました。サワガニキャンプ場。カニはいっぱいいるんじゃない？綺麗なコテージで。せめてちょっとカニと一緒に。カニ見つけようか。カニ、うん。サワガニキャンプ場というぐらいですね。時間制でサワガニ何匹取れるかで決めて15分間でカニを素手で持つということができるとは到底思えません。めんどくせえ。え、そんないんの？分からん。うわ、冷た。締めて締めて。ちょっと何やってんだろう。マジ意味わからねえけど。こいつが投げてきたんだよ。あ、いたいたいた。あ、ちっちゃ。もう急に出てくる恐怖もあるよね。こう水が土で。はい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 。おい、サワガニ。はい、あります。あと10分よ。はい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 。わあ、本当やん、大きい。また。あ、行きます。ここ斉藤君いる。斉藤君、ここら辺います。全然逃がす。ちょっと、これチャンスやん。早っ。早っ。え、姫。え？プロがいる。プロが。残酷だな。プロがいるよ。命がけで1匹取ったのに。よし。はい、虫レベル。おお、でかい。でかい虫レベル。ああ、ごめんなさい。ああ。ゼロだ。森さん。全部なくす。ごめんなさい。いやもう今のちょっと今すごいわ。これはもうダメだ。ごめんなさい。お前の罰ゲーム決定な。決定。今絶対ダメ。わざとじゃ、わざとじゃダメ。だとしてもだ。わざとだし。だとしても。今だもダメだ。ダメだ。一番ダメだ。だって俺らが爆弾に3個だ。爆弾3個だ。それが罰ゲームだ。そこだ。派手な罰入って。砂もねえしよ。お前が来るくるけど。斉藤、動くな。信じられない恐怖だ。ダブルで、じゃあダブルで。いや、うわ、怖え。せーの。うわ、怖え。せーの。うわー、うわー。すいませんでした。砂で、いいとこ見せようと思ったけど。
ました。いきます。堀さん、ゆうさん、ベベさん、とみさん、闇上がりの長山さん、お疲れ様です。写メだけ撮って帰ろうと思ってたんですが、まさかじゃんけんに勝って阿弥陀も選ばれるとは思わなかったのでびっくりです。なんで上半身裸の写メかわからないけど俺もわかんないよ。砂の山作ろうとしたら裸で石にぶん投げられて。オンエア楽しみにしてます。そして DVD 第3弾おめでとうございます。ありがとうございます。頑張って1ダース買ってみんなに広めたいと思います。うわ、本当に、はい、今回はありがとうございました。すごいね。以上です。実はね、福岡旅が明日やるんですよ。そうね、今日の借りはもう福岡旅で返しますよ。あ、俺が砂の天才だっていうことを見せつけてやりますよ。本放送では見れないんですよね、これが。見れないです。 DVD じゃないと。言い方する。 DVD だから斎藤のこの砂の天才ぶりみたいになったらもう今すぐセブンネットで予約かもしれないですね。砂の祭典ですよ